三道家より、八島領は、奈良県奈良市、八島町にある、沢良親王の御捧ぎ。八島領とも記され、また新納が、須藤天皇と、追御子とされたことより、須藤天皇領とも呼ばれる。文久年間に事情された。領域は、演技式の諸領式によると、東西五町、南北四町、主庫に煙、奈良県報告第八回御領母表によると、 東西一町一分二輪、南北三十八県一分七輪と記されている。形状はやや楕円型で、周辺には方形の土塀が回り、松や紅葉樹が繁茂するため遠目には方形墳のように見える。両部洋欄では円墳と分類されている。八つ石漁直前の道路内に、砲度が失われ大型自然石の横穴式、石室天井石が露出した古墳がある。 規模は、南北長さ約7メートル、幅約3メートル。近隣ではこの巨石群は八つ石と呼ばれており、言い伝えでは、佐原親王が、淡路国での死に再死石を9つ投げ、落ちたところに葬ってほしいと告げて絶命した。それらのうち八つがこの地で見つかり、親王の三笹が当地で造営されたと伝わるほか、一説には、八島の地名の由来ともなったとされる。 しかし実際には古墳時代後期の造営とみられ、沢羅新王とは直接の関係はないようである。石を取り除こうとすると工事関係者が死んだり病で倒れたりしたと言われ、たたりがあるとの伝承がある。沢羅新王は藤原種熱群暗殺に連座した疑いを受け、延暦4年に廃着、淡路国に入るの途上、49歳で皇居された。カバネはに送られ、 最初の墓は、淡路に造営されたが、霊園がたたりをなしたと恐れられたため、延暦19年に、須藤天皇と、追御子とされ、淡路の墓も、三領とし淡路国綱軍の都に煙に守らせたという。さらに、延暦24年、海藻士を任じて、矢島両への海藻が取り行われた。寛永4年の総国史によると、矢島の地には、 須藤天皇社と宮寺があったと記されている。この宮寺は、八島寺であったとされ、近世はこれらの社寺が、矢島領の現在地及び周辺を占めていた。明治34年添上郡豪村社神社、祭神由緒長所に小津の写しが含まれており、そちらには、矢島領の位置に拝殿、鳥居、社殿等、その西南に、薬師堂、十羅雪跡、旧房、 土蔵などが描かれている。明治以降これらの寺社は一区あるいは廃され、現在の御領が整備された。1886年の一区まで、現在の八島領中心部に祀られていた。慶応元年、この敷地が須藤天皇領であると判明するまで、金傍中に河村の豪者として、信仰を集めた。毎年8月には幸雨を祈願しての一夜が催され、 宝楽芸能として相撲や伝学猿楽、踊り念仏などが、公民により奉納されたが、見物人の重みで、刈屋の屋根が崩れたこともあるほど、群衆で賑わったという。本殿は、式年増大に伴って、春日大社の本殿を移築したものであったが、1886年、御両の整備に伴い、須藤天皇社は、金傍の島田神社と合祀され、 本殿も、島田神社本殿として移築された。1875年に廃寺となるまで、八島領の西北にあり、八島領前の八つ石にちなんで八国山と越し、東西をおよそ23.6メートル、南北およそ41.5メートルの寺地を有していた。大子は、八島の北、藤原村の大門、道の前頭のあざなを持つ地域にあったと伝わる。 沢羅神皇の霊を鎮めるために混流された寺であり、延暦19年7月直死を淡路国に派遣し、沢羅神皇の遺骨を分けて、添上郡古市の南にあった山和国屋島寺に奉納したとの記録が残る。別殿には、延暦25年に山品の地に屋島寺を混流したとの記録もあり、別称として山品寺を挙げる記録も残る。公認5年には、 矢島寺で一本の茎から十八本の稲穂が出たという、随称が記録されている。本尊は、薬師如来座像を安置していたと伝わる。また、や島寺にあったと見られる古い根ハンズが、今日まで個人像として伝わるが、拳本着色で、縦 164cm、横 118.5cm の大きなもので、箱に、八石山八島寺上住物と記されており、 裏書きには教法7年に改装されたと記されている。明治になると、廃物希釈の嵐の中、八島寺も廃され、美写門天造が300円で売りに出された。この売り上げをもとに、昭和期に入って、公民館と美写門堂が整備され、新しい美写門天造も買い入れられたと伝わる。金坊の町内には、須藤天皇神社と名乗る商社がいくつか鎮座しており、矢島領内に、 かつて存在した、須藤天皇社から勘定されて成立したものと見られる。いずれも、主祭神として、沢原神皇を祀る。旧社のあった八島町及びこれらの商社のある町は、すべて中世の八島里に含まれていたようである。760平方メートルの境内東方に、石鳥居があり、西に進むと南面する本殿が見える。本殿のみで境内者はない。 周辺は境内にすぐ隣接して住宅地となるが、境内にはまだ多くの樹木が残り、遠方からでも森を望むことができる。玉垣街に一帯の石道路があり、天明元年、須藤天皇清水長井と刻まれている。玉垣内の石道路、狛犬は1919 19年生。本殿は銅板武器で南面し、各部の金具は立派な造りになっている。古くから、 雨の神として信仰され、江戸期末の絵馬が残されている。境内者として雨の小屋根の命が祀られているほか、本殿築地の外、拝殿の南の東側には稲荷神社もあり、捕食神を祀っている。稲荷の北には、地蔵堂が安置され、小さな石仏が壇上に並ぶ。堂の傍らには、五輪塔の花輪、連座塔が置かれているが、隣接する。 神殿町公民館はかつて安養寺と呼ばれる寺院であったため、その遺物と思われる。本殿は南面し、左右に市木島神社と八坂神社が鎮座している。他に、拝殿、土蔵等があり、境内はかなり広く、拝殿南の境内地には滑り台など遊具が設けてある。宮沢元、東、中、西など小座があったが、後に、本島や、平等や、 浸透やなどを中心に採事が行われ、それも次第に簡略化されている。ありがとうございます。